はい。今の使ってもらっていいですか？めっちゃ綺麗に揃ってた。アレリアコンバット in YouTube スペース。わはい、というわけで、今週も先週に引き続き、YouTube スペースからお送りしたいと思います。ハレリアプロの津村です。はい、ハレリアの大久保です。元モダンシーの増田です。増田のこと伊藤橋です。よろしくお願いします。はい、今週も YouTube スペース、後ろに東京タワーが。そうですね。まあ、先週から引き続き見てる方は、はい、もうおなじみというかね、2回目だけど。東京タワー見えますもんね。東京タワーがね。沿岸の塔とも見える。沿岸の塔沿岸の塔って何すか沿岸キューバクモダン。知らない方は最近方は最近ちょっと流行ってるらしい、ちょっとあんまりね、そういう旧枠モダンの話してると視聴者の方がバグるから脳が旧枠モダンなのかって今日やるのは今日は普通のモダン普通のモダン、普通のモダンか今日対戦するのが津村さんとなんかあの松岩さんですから、普通のモダンになれるわけがない今日縮めていこうかな縮める縮めていこうかな今日ちょっと僕の方は比較的普通なデッキなんですけど、松川さんデッキを今回知らない。いつも収録するときに大体まあお互いのデッキを知ってる状態でやるんですけど、今日は本当に知らないので。しかも松川さんオリジナルが3本も見れるんですよね今回ね。3本あ、まあ1本はいつものやつかな。 あれね、いつものやつかな。2本は特集新作一応新作だから、サイドボードの仕様はちょっときついかな。先週の最後の方で松川さんがモジモジしていたのが何か関係があるんじゃないかと。ちょっとね、松田幸雄うっ松田幸雄ちょっとね、何があったんですかね。春秋かぶりましたからね、まあ、ちょっとね、春秋ではない、春秋は P だから春秋は P だからみんな使うからね。先週のやつをご覧になってない方は多分動画の詳細欄とかに前回の URL 貼ってあると思うんで ね、ぜひそちらをご覧になってからの方がより楽しめるんじゃないかなと思います。はい、じゃあちょっと早速なんですけど、僕と松川さん試合に移りたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、今週のハレレコンバットは、3種類のデッキをお互い使いまして、1本選手のゲームを3回やりたいと思います。はい、じゃあとりあえずまずは1回目の試合、はい、じゃあ先手後手、はい、どうぞ。ふん8ほよしよし7先手です。はい、はい、モダンはやはりね、先手が大事。松岩さんのしかも使うデッキはなんだこれ。やべえな、このデッキ。何これ。こっちは。やべえよ。こっちはだいぶいい感じだけど。しかし、キープだな、ギリギリキープ。ちょっとこれはね。はい。これギリギリアウトかな。これはね。はい、こちらこんな感じで。ちょっとここがね、ここが違うカードだったらキープできたんですけど、マリガン。まあ、さっきよりはいいカードぐらいですね。ちょっとまあ6枚なんでギリギリかなって感じ。はい、キープします。じゃあ、暗い下で、はい、2秒、はい、じゃあ、おしまいです。おぉ、似合わない。陰性なる泉青白、マジで本当に似合わない。即走で19終わりです。即走？即走か、終わりです。2匹目、はい、攻撃戦17で、いや、ダメージ前に本体で4発16になって12で終わりです。やばいなちょっと待ってやばいな、容赦なく。いや、ダメだな、これしないとちょっとあれだな。11、うわうわー、言うてる。うわー、お前かタップイン、おしまい。トレイリアドローします。儀式を、はい、はい、フェニックスはい、どうぞ。7点、7点4、終わりです。帰ってきた、帰ってきた。3、これは見せる時が来たな。行く、行ってしまう。こっから
はい。おお、それか。はい、出ました。じゃん。じゃん。マイナスモード。じゃん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 。だいぶ決まってるんだよ。おや。え、ちょっと待って。いないけど。全部手札じゃないの。これデッキの全容が明らかになってくる。これやっぱりパッといっぱい入ってる。パッといっぱい入ってて。パネタ。首パン。去年だからあれだね、前回モジモジしてたの理由はこれだね。かぶった。おシャッフルうますぎだよ。これって全部墓地に落ちるの。いや、追放。追放。追放。どこいいの？あ、じゃあどこいい？ライブにした。順番。はい。シャッフル。なんだ？じゃあいいか。なければいいんだよね。ないわけないな。あーねー、よかったよかったよかった。うおー。よかったよかったよかった。え、ちょっと待って、ライブ数えるか。いや、いいよ。5、10。マイナス、マイナス10、20とかね。本当にどうでもいいけど。マイナス42。はい。ターンエンド。ドロー。一応誘発して赤赤どうぞどうぞ、うわ本体本体本体、まあマイナス45終わりです。じゃあエンドリータイタンの契約負けねえから好きなことしちゃった払いません。タイタントークトークトークがない。いやでもね、あの時代まずトークンカードが刷られてないから、視聴者の皆さんこれはしょうがない。タイタンああなるほどね、バスいっぱい入ってそうだな。あじゃあアタックするか。はい、これが44。前ね、以前俺これでアタックして死んだ時あったから、あんまアタックしてなくないんだよ、怖いから。これにね、ここに今ファイレクシアのジャイグロとか出たら死ぬから、ね、はい、じゃあ4点、はい、16。じゃあおしまいかな。はい、えこの巻き、うわっゲームに敗北するが天使がいるため大丈夫。す、はい、タイムストップ。じゃあで、エンド、強制エンド。強制エンドです。まあ、はい、そうだ。そういうことないですよ。はい。やばいや、7点。はい、8点。あ、8点か。8点。8点。はい。12。ちょっと。ダメージをね、おい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 、ダメージをプリベントしとっか、はい、終わりです。このターンだったら一応天使を殺せば勝てる。まあ一応ね終わりです。終わりですか。いやこれ12点殴ろっかな。12点、はい、8点、4、終わりです。あなたがターンのアップキープ。はい、すいません。え、このアップキープ、やったー。いや、うまくて思った。だからね、余裕がにじみ出てたから、ね、絶対あると思った。あれ、持ってた。あの、40のやつ、実験最初から持ってた。うん、はい、っていうデッキでした。はい、いや、故にね。確かに被って、かぶ故に、そう。いや、このデッキが、これも入ってたわけですよ。はいはい。栄光の後期がね。このカードを使ってないでしたけど、途中が全然。まあ、これがね、うん、ちょっと違う、あれだったけども。はい、じゃあ改めて 6、これはもらったか。はい、はい、じゃあ先手いただきます。はい、実はこれ僕リアルで五色人間だけ回すの初めてなんですけど、もう何の不満もないですね、ほぼ100点。これでもね、デュエルにならない可能性なんで。デュエルにならない。ゲームにならない可能性ありますね。はい、スクライ。はい。はい。まあ、ゴミしか入ってないんでね。大体一緒ですね。僕のとなんか、ちょっと向こう側に行っちゃってるけど大丈夫かな。はい、じゃあお願いします。はい。手つかず乗りだと人間。人間？人間？おい、いやいや、やめろよ、人間は。まだわかんないですよ。人間じゃないかもしれない。やめた方がいいよ。おしまいです。人間はやめてほしいな。サリア。サリア。
サリアひどいよ、そんなもの。終わりです。お、このカード実はお、いろんな奇跡が起きる可能性がある。果樹園1点18。うわー、ちょっと強いし。この副官出されるとあれなんだな、2で出した方がいいかな。確かに、トークン別に2だと思って2で出すか。はい、え、ほんとかっこいいな、ね、おしまいです。はい、ランタしてサリア強すぎ。すげえ強いの引いた。まさか反射。また人間。はい。あ、まさかイメージかこれ。ほっ。あ、はい。あ、ない。ない。はいはいはい。ない。あったらスタートしてるんだよな。キラメクタですかね。ま、キラメクタか。キラメクタか。キラメクタか。なぜ。全然なんかまだまだ始まらなそう。次打ってあれでも。はい。はい。4点14。3ミリで終わります。死にそう。おしまい。はい。はい、搭載歩行機械で誘発を。はい、攻撃宣言。はい、で飛ばした。13になって4点。これブロックして、あ、そうそうそう、2点か。して2点、ね、13になって11か。でもう一匹出てきて、はい、そうですね。で戦闘後にうわー、はい、めっちゃ雑にいったけど負けだよ。いや強し。いやー、これこのこのデッキだけもう一試合やるか。多分あれ50枚でゴミ入ってるぞ。やばいぞ。どうあるのかな。頼む、会ってくれ。宇宙がまた一巡する前に宇宙が一巡する前に会ってくれ。ちょっと僕の記事でも書いたんですけど、ワンランドとこれ1枚っていうのは基本的にマリガン、2枚やってもまああんま変わんなくて、まあ、薬瓶か、ノーブルヒエラルキーがないと基本的にワンランドはマリガンなので、マリガンです。さあ、まあ、さっきと違ってこれがあるんで今回はキープです。で、戦術は、はい、下でしまい。また怪しいスタート。うっ、よくデッキ分かってなかった。とりあえずじゃあ人間、ね、はい、終わりです。これはラストターンにできるか。死ぬ。はい、エンジニア勝利を追放、はい、さあトークを出してもらおう。シュッ、魔力編、青緑にします。青緑、青緑、はい、でストーム1、ストームを数えていきましょう。ストーム1、いい、ラクダククリーチャー唱えるとワンドロー。グリーンパスです。戦場に出たりか。で、ストームが2、はい、飛びました。メムナイト。ワンドロー。メムナイト。ワンドロー。オーリソプター。おー、はい、5。ワンドロー。だからこれサイクリングなんで、はい、関係ないっす。18。はい、ワンドロー。エンドレスワン、X0。死んだ。かわいそうね。ワンドロー。バリスタ、X0。すげえできる。ワンドロー。セットランド、はい、これ何がすごいかっていうと、これ、はい、緑マナを出します。トークン出ました、ワンドロー、はい、え、ああそういうことか。相手の場に出ても、あー、なるほどね。なんとね、はいはいはい、ワンドロー引けるの僕ではない。はい、緑マナです。ワイルドカウンター出しました、ワンドロー、はい、なんと8、 X09、 ワンドロー、ここサイクリングです。はい、16、 X0、 はい、ワンドロー、10、緑マナ出しました。ワイルドカウンター、ワンドロー、 M9、 ワンドロー、 X0、 ワンドロー、オックソパール、はい、12、14、白マナ出しました。白、は
ひらめくたか、まずはおおすごい。で、オクソパードを戻します。で、オイソプター、はい、アンドローン、モクソパール、はい、うーん、あ、出すっすよ、白丸出しました。白、白、3、8、X6。 何これ、あー、あれか、6匹帰ってくる、6匹帰ってきます。じゃあまた6ドローで、1、2、3、4、5、6、おお、帰ってきて、まあ、かわいそすぎるだろ、そいつら。6ドローです、はい、で、とりあえず18回、はい、すごい、このデッキ楽しそう。何点か分からないけど、まあ、さすがに致死量はある。生きる、イエーイ。2ターン目くればね、いろいろあったが、これとこれすごい、ね、めっちゃ地味やから、ね、一番腹立つ。地味にすごいのが、この戦列用の復帰とワイルドカウンター、こういうふうにマナが減らないんですよね。はいはいはい、こんなにクリーチャーを大事にしたいデッキ、ブリッジバインかこのデッキかぐらいじゃない、うん、相当ひどい。ちなみにこのデッキ、このカード4枚しか入ってなくて、これ引かないと本当に何もできないで死んでいくっていう、はい、俺が義務教育で習ったマジックと違う。はい、というわけで先手に切るで僕はまあマナクリーチャーを出しただけで死にました。最近なんかコンボを眺めてるだけという役割が非常に誠に遺憾ながら普通にやったら負けるはい、まあじゃあ、今のところ1勝1敗で最終戦を迎えていきたいと思います。はい、じゃあ最後の一戦、初めてのパタルズ、おーでかい、 11、 おはい、く先手でーす、はーい、まあキーカードのおじいちゃんはいませんけども、もう文句なし、あり、来た変態ランド、もうあの土地ってことはね、まああのデッキでしょう。じゃあそちらを。はい、あ、なるほどね。これ憎い演出だね。これで第1回でやったら、はい、松岡さんのエターナルレボーテか、伊津村さんのエクシスでシャドウ。なるほど。再現。17。思考がこれ15まで。よくわかんないんだよな。青パクト。青パクト、うん、何か難しいな、結構全部あるもんね。はい、で、終了でアップキープ。ああ、どうでもよくはないね。どうでもよくはない。まあ確かに紅葉とかも、ね、はい、はい、中段な、5枚、はい、おしまい、アップキープ、はい、12で、過去に四股上げをこちらに、はい、で、ワンダー、はい、はい、はい、早っ、で、終わりです。16。はい。移動しろ。はい。しょうがないか。13。はい。緑を使って白浮き。出ました。おお。はい、通りました。くそー、あー、しかしまだ11、はい、ガクンガクン
本当にすごいな。3ターン目ですよまだ。はい、このターンこれで死ぬことはないか、このターンは。うん、はい、おしまい。なんとして、思ったより結構いい勝負になってるな。そうっす、こういう、さすがにシャドウ側もね、フルタップしたら覚えない状況だったんで。11、うん、はい、ですから前述は下か、情報ではない。何どういうこと。そんなステル入れたらぶっ壊れてるでしょ。どんどん情報に最近ちょっとスタンダードばっかりやってるから。上位互換か、ここがな、かなり勝負の分かれ目ではあるが、下下、はい、9 9 7。1枚だけ上で、はい、まあ、とりあえずアタックか。6、はい、6終わりです。祈りのタイムアップキープ、はい、はい、下ゴミだったらやるんだけど、ね、あーなるほど、どうか。いや下ね、ゴミではなかった。ゴミではないです。マナさえあればみたいな。ウルベンワールド横断とか拾えないけど下に行っちゃうやつもあるんだよね。はい、引きさえすれば。引きさえすれば。バリスタールでもおかしくない。今だから7枚とりあえずある。確定が7枚。で、バリスタもすでにお持ちになっている。うん、確定7枚あって、まあ、あとこういう、まあ、キャントリップとか、まあ、コミューンとか、こうアドベンチャーとかも一応あるっちゃうから、まあまあ、まあまあ。アンタップできないからちょっとその追加のドローに支払うマナ自体はあんまないけど、4マナもあればね、4マナもあれば、4マナというか実質2マナぐらいの感じでしょ。まあ相手を止めなきゃいけないから、はい、ドロー、はい、はい、3オーダン、おおあれいつの間に今引いた、はい、おいおいおい、はい、はい、これで、はい、エターナルデボーテ無限大ドーンやったー惹かれたか。ちょっとね、やはりこのね、アップキープアップキープ召喚の調べがね、アンコウ2枚目出すかどうかだった。いや、今ディスメンバーダメダメです。いや、打ってもダメです。あ、2枚いるんで、いやでも本当に素晴らしい試合だった。はい、というわけでお送りしましたハレルヤコンバットイン YouTube スペース、いかがだったでしょうか。どうでしたか。最後の試合は本当にすごい、ね、見せるなと。そう、見せるね、あれは引くかね。そうっすね、いい試合。あと俺が好きだったらやっぱ1ゲーム目の、あもう、ね、そうそう、栄光の幕切れ。僕も1ゲーム目の方がむちゃくちゃされたなっていう印象は。松田さんとね、まさかね、まさかかぶ、ね、かぶるとはっていう。いや、向こうの実験だったんですね。いや、あれ考えたんですよ、プラスティンの破壊を持ったら最強じゃんって。そうまずでも死ぬし、反射パスあったらカウンターもできないと思って。そこで栄光の幕切れだったのね。ほら、タイムストップこんだけ学んだんだね。確かにここまでムッパスで終わってトラフトとかちょっと真面目に組んでるんで。P を追い求めてしまった。追いましたね。やはりね、 K には K を、ね、K と K の K、 K と K と K、 2ゲーム目のいいダクダクで、ちょっと俺が義務教育で習ったマジックとちょっと違う構成だったから、ね、ランド7枚しかいけない。ランドが7枚ランド7枚
動きじゃない、デッキ60枚さすがに紙すぎすぎてそれないわな、ゼロ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 そうしないと止まっちゃうんですね、コンボ止まんないようには組みたかったんで、いざ引いた時には止まんないよっていう、いい楽打ってるんで止まるはちょっと許せなかった、打った時は絶対打った時は絶対白のね、召集のカードすごい、あれすごかった、天命帝の復帰で、それがその野生のローエーションを戻すと地味にモックスみたいな動きになってきらめくたかとかちょっと白いフリー白いから召集できる最初だからここで何だ入ってんだどうも良いかと思ったら召集用意だった両方兼ねてる津村さんにもだって数えなくていいぐらいストーム数えてたからやけどめっちゃ正確にやれっていうからすいませんプラテンのマイナスのラインもすげえ正確に数えてるから関係してくんだからこれと思ってマイナス43最後のゲーム本当に最後本当にドラマ、ドラマ高校野球だ。いやーモダン球界の裏からね。脚本のないドラマだ。パクトムネケちゃんデッキ使いすぎやんすよ。ミスからかだったら大体いつも入ってるちょっと、ね、ゼロマナイコール松川さんみたいな。ゼロマナゼロを使わないとやった。はいというわけで、モダンの楽しさだったり、マジックの楽しさが伝わっていれば幸いですが、この放送が面白かったなという方はぜひチャンネル登録や、シェアとコメントをしていただければなと思います。はい、そして最後になんと重大発表的なものがありまして、今回をもちましてなんとバレリアコンバット、はい、一旦終了となります。え、一旦終了、一旦終了、もうこれで、まあ、皆さんの声によってもしかしたらシーズン2が始まるかもしれないけどいお願いするの、じゃあこれチャンネル登録とかじゃなくてそっちの方がいいんじゃない。いやいやいや、そこは皆さん次第、そこはね、やっぱもうわかるだろ、まあ、頼んだぞとこれ最終歌なんですか、これですか、これクリパーン今クリ飛んでる最中です、もうターンが終了すると、もう終了したらもうこれですか、プラテンかギデオンがいないと次のターンが来ないからあなたがプラハレリアのプラテンになってください、そうそうそう、プラテンになってくれということで、本当に終わっちゃうんですか、終わっちゃいますね、まあ、まだいろいろあったけど寂しいですね、ハレリアのサザエさんとかそうハレリア今後ですね終わってしまうとは、次はハレリアの〇〇も燃やしますねやっぱりそうですね、ハレリア的なと言いつつしれっとねまたね始まる可能性もあるから、ハレリアの〇〇もハレリアの〇〇もよろしくお願いしますあれドラえもんって紹介しないと俺さっきからこのドラえもんっていうワード本当に大丈夫かどうかちょっとヒヤヒヤしてる大丈夫大丈夫編集なんとかする今日はまあプレイコーみたいなところもありましたね、プレイコーではないけど最後にどんどん最後にアルコールが入ってるのかはい、というわけでどれぐらいですか、約1年半ぐらいわたってお送りしてきたんですが、その間にチャンネル登録数1万人を超えて、こうやって無事に YouTube スペースで放送させていただきまして、はい、ご覧いただきありがとうございました、本当に、はい、これからも本当にまた新しい企画とか何かしらやっていくと思いますので、はい、そちらのドラえもんの方もぜひお楽しみにしていただければドラえもんも楽しみですドラえもんダララダッダダーバレリアコンバットすごいですよね、ブラックローズダイヤがいじめるんだ、イナズマこれ以上続けると多分カットしなきゃいけないから増えるわけなんではい、この辺りで YouTube スペース放送を終わりたいと思います、ご視聴いただきありがとうございました、ありがとうございました